最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日エドベレース。おはようございます、サーバックスの加藤です。10月の22日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサババにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は10月の20日、7件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは1つ目、 Amazon クラウドフロントオリジンシールドを発表。はい、 CDN サービスであるクラウドフロントですが、新しい機能オリジンシールドを発表しました。こちらオリジンの負荷を軽減するために、キャッシングレイヤーを一つ追加することができるという機能になっていて、オリジンの前段に置かれてエッジロケーションからのリクエストを受け取って、キャッシュがあればオリジンシールドの方から返してあげて、なければオリジンリクエストを飛ばすというような挙動をします。これによって各エッジロケーションからのリクエストを束ねることができて、オリジンに対する負荷を避けることができるという形になります。多くの地域からアクセスされるような可能性が高いサービスに有効なもので、事例としてはオリジンの負荷を最大 57% 削減することができたという事例もあるみたいです。オリジンの設定で数クリックするだけで有効化することが可能なんですが、オリジンシールド自体についてリクエスト料金という形で請求はされるので、お金はかかってくるよという点だけはご注意ください。大規模なコンテンツデリバリーをしたいという方はぜひご確認ください。では次2つ目いきましょう。 AWS ラムダが AWS プライベートリンクをサポート。はい、ラムダがプライベートリンクに対応しました。インターネットに出ることなくラムダを呼び出したりとか管理したりできるようになります。 AWS 内部のプライベートネットワークを通して安全にラムダのインボークができるようになりますよということです。では次3つ目いきましょう。 AWS システムズマネージャーがリソースグループで自動化の実行結果をフィルタリングできるように。はい、システムズマネージャーの自動化機能、オートメーションとも書かれますね、機能ですが、この実行結果のフィルターにリソースグループを指定することができるようになりました。これによって自動化を実行したリソースグループで実行結果をフィルタリングできるようになるので、例えばアプリケーションや環境などでリソースグループを構成しておくことで、目的の実行結果に簡単にたどり着くことができるようになります。では次4つ目いきましょう。セッションマネージャーを用いたポートフォワーディングが複数同時接続に対応。はい、同じくシステムズマネージャーの機能で、セッションマネージャー機能ですね、 SSH を使わずにインスタンスに接続できるような機能になってますが、これを利用して作られたポートフォワーディングのセッションが複数の同時接続に対応しました。対象インスタンスにインストールされている SSM エージェントのバージョンが 3.0.222.0 以降である場合に使えて、また AWS CLI が SSM プラグインのバージョン 1.2 以降を利用している場合にこの機能を使うことができるということです。はい、では次5つ目いきましょう。 AWS バッチがジョブリトライの制御に対応。大規模バッチ処理の実行基盤である AWS バッチですが、こちらが終了コードに基づいてリトライの設定を細かく制御できるようになりました。インフラ障害やアプリ障害などエラー種別によって適切なリトライアクションを制御することができるようになるので、例えば必要な場合のみ、インフラの障害だったらアプリケーションのリトライはいらないよねということで リトライを設定しないなど、必要な場合のみですね、リトライすることによってコストの削減にもつながってくるということです。では次6つ目いきましょう。 Amazon Redshift が列データの圧縮タイプの更新をサポート。データウェアハウスのサービスである Redshift ですが、既存の列の圧縮エンコーディングタイプですね、を更新することができるようになりました。最適な圧縮エンコーディングを選ぶことで高いパフォーマンスとストレージ使用率の削減を可能にします。もともとテーブル作成時のみにその列のエンコーディングタイプは指定できたんですけれども、作成後変更することがもともとできませんでした。これがアップデートによって後から変更ができるようになったので、テーブルの再作成をしなくてもオルターテーブルを打つことによってアップデートが可能になります。では次最後7つ目いきましょう。キネシスクライアントライブラリがマルチストリーミング処理に対応。 Amazon キネシスデータストリームからデータを受け取るために利用されるライブラリであるキネシスクライアントライブラリ KCL なんて呼ばれますが、こちらが複数のデータストリームを処理できるようになりました。KCL を利用したアプリケーション、今まで単一のストリームに対してのみ処理を行っていたんですが、複数データストリームを
処理できるようになったという形になります。対応しているのは最新のバージョン 2.3.1 なんですが、 Java と Python のライブラリありますが、現在 Java のライブラリのみ対応という形のようです。ということで Java で、KCL ご利用の方はぜひご確認ください。ということで以上7件10月20日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。